up, you guys? Today I'm going to be reacting to Boruto episode 8, and things are getting a little interesting. Okay, so I did knew it, guys. I knew, well, obviously everybody knew that guy, the new guy, he's the cost of all of that. The whole, the shadow thing, the monster. It's scary. It sucks that he's like that. It sucks, honestly. Very bad. That being said, let's get to it, guys.鍵となるのはやはり影か。誰も助けてくれねえぞ。大丈夫さ、僕が絶対に助けてやるから、僕を信用してくれ。うるせえぞ、ガキ。いない。 すごかったよね、影山さん。あの対決は参考になるな。前じゃなかったか。そう、ボルト君はどんなところが気になったの？肝心の影の差がな。信用されるとかされねえとかどうだっていいだろう。あんな弱っちいやつが何かしたところで何になるんだよ。名簿は涼しい。靴を左右逆に履いたりする。母ちゃんに言われて着替え届けに行ったら、 ボルトが、そう、置いといてよね。本当出せよな。おかげさまか。そんなもんだよな。現実の英雄なんて、かっこいいだけじゃつまんねえしさ。やっぱ父ちゃんたちに任せておけねえ。ならいいけどよ。お前、その影見つけるアイデアあんのかよ。まあ、協力はしてやるけど、どうするかは考えとけよ。 Otra vez. Ay. おまけに死の先生にまで取り付いたことから考えると、実力のあるなしも関係ないってばさ。あの時は美月がいてくれてよかったぜ。あの影、チャクラだと思うか。わかんねえ。 でも一瞬化け物みたいになるのが見えたわ。ああ、確かにな。チャクラはそんなふうにならないよな。だけど影が消えた後、チャクラがなくなってるみてえだし。うん。ああ、お前んとこの母ちゃん、 ヒューガの姫様だろ。あれが発言したとかねえの。白眼か。白眼。三大道術の一つだね。この目が白眼じゃなくて、本当に俺の勘違いだったら、俺の目って白眼なのかな。この目に本当に力があるんだろ。 あれ、ここ、私は君の夢を通して語りかけている。夢。お、まさか。How? あとは足のがおかしくなる前に立ち寄った場所、接触した人間を全て洗っている最中だ。いずれにせよ、アカデミー周辺で不自然に前後不覚になる人間が出ている。しかもそれらの人物は皆チャクラに異常な痕跡があった。それも全員ボルトの近くでなのかな。調査した限りではな。狙いは何だと思う。さあな。 それは、ボルトの行く様。降り注ぐ光より俺は死ぬ。
シャルル・マバユイヤン、すなわち俺が世界を包んで資料ギリギリの闇に酔いや、oh、my God。 無限大に来ればエレガントか俺の使命だ、oh、そんな奴と一緒にすんなよそうだな、そいつはとても許されねえ奴だってばよ。いや、悪かった、父ちゃんの話忘れてくれ。で、お前の言うすごい力ってのは何なんだ。白眼だよ。何？普通白眼はかなりの修行を積まないと発言しないものだぞ。え、そうなの？じゃあ俺ってか、ここで言い争っても仕方ないわ。おじい様に話を聞いてきなさい。連絡しておく。本当に白眼かどうかおじい様が調べてくれるはずよ。じいちゃんのところでもどこでも行ってやるってのか。あいつ今頃話聞いてんだろうな。てわけでこれからじいちゃんに聞いてくるの。何が苦手なのだ。Oh no, he got you. Oh my god. おお、来た、来た、おじいちゃん。ひまわり、おじいちゃんだよ。少し説明しておこう。白眼は我がヒューガに伝わる血系限界、すなわちヒューガの血を引く者にだけ受け継がれる特殊な道術の一種だ。しかしヒューガの者が全て白眼に開眼するわけではない。またそれを使いこなせるかどうかにも差異がある。そして白眼とて忍びの術、普通は対魔の鍛錬、今の状態ではお前に本当に白眼が宿っているかは分からん。ゆえに試してやる。庭に出よ。え？このわし自ら相手してやる。Oh my god, I can't wait to see this episode. What? They're gonna fight him and his grandpa. So he was all happy, guys, and I kind of get it. Like they thought he was lying, but he's really not. But then it's understandable why they think he's lying. Or yeah, because it does require training, but he just got it out of nowhere.So I really can't wait to see this fight between him and his grandpa. So anyways guys, I'm gonna go ahead and jump into the next episode. Thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoyed. Comment below what you guys thought. Like, subscribe, share, and we'll see you guys next time.